芸能界における暴力団排除の動きが高まっているようだ、紅白どういうふうになるのかっていう話ですね。演歌全滅じゃん。確かにそういうふうになっちゃうかも分かんないよね。暴力団排除条例を受けてヤクザっていうのは生き方自体を否定されてしまったと。じゃあこの国はそういうヤクザみたいな人が全くいない方がいいのか。一発目からですね、変なんですけど暴力団排除条例施行で紅白が芸能界と暴力団の踏み絵になるってなんでこんなの俺に読ませる暴力団との長黒い交際を機に芸能界を突然引退した島田紳助、これに加えて10月から東京都で施行される暴力団排除条例も追い風となって芸能界における暴力団排除の動きが高まっているようだというふうに書いてあります。で、紅白どういうふうになるのかっていう話ですね。さてどうですか皆さん、演歌全滅じゃん演歌全滅、確かにそういう風になっちゃうかも分かんないよね。紅白全滅とはならないのかな。岡田さんはまさかないよな。まさかないかどうか分かんないね。だって俺中学の時に、もし、中学の時の友達が、俺大阪市立三陵中学校っていう住吉区にある生徒数が1年生から3年生まで合わせると2700人いた学校だったの、マンモス校だったんだよ。で、確かね、俺在学中には中学を卒業するときにもうすでに組に入ったと、いや知り合いが何人かいるから、中学校の友達は多分現役の暴力団員いると思うんだよな。そうすると遡っていって、岡田さん暴力団の付き合いありませんかと言われたら、そりゃ付き合いは中学校にまで遡ったらあるよって、あの時の友達に何人もなってるよっていうふうに正直に答えるんだけども、だから引退とかと言われても、なんでまた引退って何って答えるよな。だから多分それは何でしょうね、紅白歌合戦がどういうふうになるのかというよりはテレビがどうなるのかという問題だと思うよ。暴力団を排除して、そしてそれでクリーンな番組作りをするっていうことになったら、ますますテレビ作るの難しくなるだけじゃない。そうなると変な話だよ、俺極端な話するよ今から。表紅白裏合戦と裏紅白歌合戦っていうのをやったとするよ、どっかの民放が今だチャンスだと思ったとして、で表紅白裏合戦の方はクリーンな芸能人ばっかり出して歌やってくださいって、うちはちょっとグレーゾーンな歌手いっぱい出しますって言ったら、どっち視聴率取るのかって言ったらさ、俺なんか7対3ぐらいで表見る人いるけども3ぐらいは裏見るんじゃないかなこのグレーゾーンって言い方は、最近俺が気に入ってるですね、お願いランキングという番組で三谷裕二が言ってるやつだよね。三谷裕二って声優さんがいるんだけども、彼が三谷さんひょっとしたらこっちの方じゃないですかって、まあはっきり言ったら三谷さんひょっとしたらゲイじゃないですか、オカマじゃないですかって言われるたびに三谷裕二がグレーゾーン、グレーゾーンって言うんだけども、グレーゾーンって言葉が本来この時に使うもんじゃないと思うんだよ。グレーゾーンっていうのは他人が見て三谷さんが本当にゲイかどうかグレーゾーンですねっていうことで、言っちゃいけないことをこっそり言うときに使うことだって、本人がグレーゾーンっていうのはなんかあまりにも面白くてですね、みんなも絶対にお願いランキングの三谷裕二の声優コーナーだけは見た方がいい。俺今日本で一番面白い地上波でやってる番組だと思うから。三谷さん面白いね。前々から青二塾という声優さんの塾で三谷裕二さんがお気に入りの声優の学生はだいたい美少年っぽいよねっていう噂だけはあって、俺も噂だけ聞いたんだけど、こんな噂を無責任に流すのはどうかなとかと思ったんだけども、本人がテレビであんなにでかい声でグレイゾーンってまた顔が絶品だから、誰か後で画像とかを上げてくれると思いますんで、上げたら見てやってください。ということで話流れたね、紅白歌合戦、芸能界と暴力団の踏み絵になる、そうかも分かんないけども、それはテレビがよりニコ生みたいなものの台頭を許すというふうなことになると思う。つまり真面目な話をすると、テレビに出てはいけない人っていうのを作ってしまえば作ってしまうほど、それを受ける受け皿の方が魅力的になってしまうということなんだ。でどっかで例えばビートたけしがでも俺そういうのあるよって言って、じゃあ俺テレビ出れねえよなっていうふうに言っちゃったら、もしタモリがある日そういうふうに言っちゃったら、じゃあ視聴者はどっちを見るのかっていうふうなことを真剣に考えた方がいいよね。なのであんまりここら辺でクリーンにするためにっていうのをやっちゃうのは俺どうかと思う。だからといって暴力団とかそういう組織犯罪みたいなものを許そうって話じゃないんだ。ただ何かをクリーンにするっていうことは、それを排除するっていうのとは違うっていうふうなことを考えております。暴力団排除条例を受けてヤクザっていうのは生き方自体を否定されてしまったと。多分職業自体としても、ダメはダメなんだけども、何をしても違反っていうふうなことになっている。じゃあこの国はそういうヤクザみたいな人が全くいない方がいいのか、もしくはヤクザという種族というか職種の人たちを
排除するようにした方がこの国の安全係数というのは上がるのかという問題みたいなもんだよな。つまり言い方を考えると、駅前にさ自転車がいっぱいあるんですと、駅前の駐輪場がもういっぱいだと、皆さん駅に自転車行くのやめてください、駐輪場は全部廃止しますと言って廃止したらどうなるのか、これ決まってるんだよ。駅前は放置自転車で溢れることになるんだよな。で、放置自転車の撤去とかそれのための収納場所ってやったら、結局駅前に駐輪場を置いてたのよりコストも手間もかかってしまう。こういうふうな問題が僕らの社会でよく起こる。では暴力団廃止条例をして厳しくすれば彼らのインセンティブだよな、つまり暴力団を続けることのメリットとか暴力団を続けると受けるデメリットが、このバランスが変わって暴力団の人数が増えたり減ったりするのか、もしくは地下に潜っちゃっていわゆるマフィア化してしまうのかどうか、このあたりを考えるのがポイントだろうけども、さあどうだろう、みんなどう考える、暴対法によってマフィア化する方が困る、マフィア化しそうだね、そうだね、前例あるからね海外で。暴走族ってどうなったんだっけ、暴走族に対する問題っていうか法案がいっぱいできたわけでもないけども、なんだかんだ言っても減ったよな。あれって大きい音出して走ることがバカらしくなったから、それともバイクに対する制限が増えたからだろうか、テレビみたいなものと絡めなくなるんではないか、暴走族は地下に潜れない、確かにそうだよな、暴走族というのは目立つんだから地下に潜れない、マフィアもちゃんと規制取れていれば問題ない、さあどうやって解決取ろう、なんか考えなきゃいけないぞ。結局俺らが思うことで、昔はあの暴力団というのは、俺が子供の頃どういうふうに言われたかというと、警察に頼めないことは暴力団に頼むという場合がよくあったんだ。例えば借金返してくれって言ったら返してくれないと、誰か人に金貸したと、でそういう場合どういうふうにするのかっていうと、警察に頼んでも民事不介入ってことで断られたと、でしょうがないからあの人に100万円貸してるんですって言って暴力団の親分のところに頭下げに行ったら、あ分かったよ、じゃあ俺がそれを買ってやるよって言って50万円ぐらいで買ってくれるんだ、で50万円で買ってあげるからってその場で50万円くれると、で さてそれで暴力団の人はどうするのか、暴力団の人はってことだ、どうするのかというと、の金借りた人のところって、お前なんで金返せねえんだよって言って脅して、これ100万円 取るというんじゃなくて、まあ、120万円とか150万円とか余分に取るわけだな、でこれがまあ彼らのお小遣いになるわけだ。だから民事不介入といって警察がそういうようなことに介入しないから、あの暴力団みたいな組織がその間に入ったというふうなことをやってた。でこれがいわゆる、警察と別の暴力システムとしてうまく作動してた時期もあったんだ。戦後の闇市の時代というふうに言われた時だよな。その時は警官の数も少ないし犯罪も多かったから、暴力団みたいなものがないとうまく日本の治安システムが作動しなかった。それが徐々に時代が後になるにつれて、警察の数が少ないから犯罪が多いからではなくて、困っていることで警察に頼まないことが多いからということで暴力団を使うようになった。その後暴力団が昭和30年代の前半ぐらいまで覚醒剤というのは合法的な存在だったのが、覚醒剤が非合法になっちゃった。でも高度成長時代じゃん、日本人バリバリ働きたかったわけだから、バリバリ働くためにはなんか冷たいもんって言われた、覚醒剤ヒロポンとかを腕に打って、それでもみんな働きたかった、そういうのを入手先としても暴力団が欲しかった。その時に昭和33年に赤線防止条例というのがあって、売春が非合法化された。売春が非合法化されたからといって、なんだろう、性風俗に行く人がいきなり減るわけじゃないんだ。売春非合法化されたの、じゃあもうそういうのやめたというふうに人間ならないわけだよな。となると、それらのあるものが非合法化されたときに一斉に受け皿として受けるようになっちゃうわけだよな。なのでいくつもの暴力団に包囲網が出てる。まず暴力団に関係のある歌手とか芸能人はテレビに出れなくなってくる。そしてどんな仕事をやっても暴力団っていうのは、なんだろう、逮捕されるようになってくる。これはね、多分マフィア化するための、まあ、石を一個ずつ打ってるようなもんだと思うんだけども、回答どうだろうな。出島作る、変な言い方だけども、じゃあいっそのこと日本の中で暴力団か、ここだったら許されるというエリアを作って彼らの自治に任せてみるというのはどうなんだろうな。で彼らの自治に任せてみるというのはどういうふうなことかっていうと、あらゆる意味で禁止するんではなくて、その中ではじゃあお前らいてもいいけども、まあ隔離することによって一般人との接触をなくすわけだな。で電話とかネットっていうふうなものもかなり制限するなり見張るなりして、でそこで真っ当な商売を見つけてきて、でこちら側の世界帰りたいやつがいるんだったら返してやるみたいなこと形でやった方がまだいいかも分かんないな。なんか俺が考えられる暴力団トップっていうのはそれぐらいだよ。暴力団がおとなしくするわけがない。全員暴力団の姉妹になっちゃったらやりきうせるだろうな。いやそこが今ね、俺があのツイッターで公開読書やってる海賊の経営学っていう本を読んでほしいんだけども、海賊っていう非合法的で暴力的でならず者で本当に人を殺すことを何とも思ってない集団が、
彼らだけで生活させられた瞬間にいかに合理的に民主主義な体制を生み出すようになったのかっていうのが書いてるから、なんかこの暴力団トップっていうのは俺何か俺たちが解決したいと思ってそれをもう絶滅させようと思ってる時ってそうじゃなくて、なんか出口みたいなものをとりあえず与えた方がいいとは思うよ。僕あの生まれた時にですね、心臓に先天的な血管があって、もうほぼほぼ8割の確率で1歳で死ぬっていうふうに言われたんですよ。心臓が激しく打つことによって死ぬわけだから、要するに泣かさなければいいと。ということで、うちの母親はそこからもう本当に2年ぐらい寝てないそうですね。とにかく僕は一瞬でも泣きかけたら、すぐにあやしてあやしてあやしてっていうのをやってくれたんでですね。まあ、それでまあ僕は生きてるんですけども、いや、すいません。今コメントでこんな立派なサイコパスになってと書いてあって。まあその通りですよね。愛を過剰に受けるとサイコパスになるんですけどね。